岸田総理が、ゴールデンウィーク中に外交して、でブラジルである合意をしてきたんだけども、温暖化対策で枠組みを作ることで、合意しましたと、ね、すごく素敵な笑顔だと思うんだけれどもさ、ね、本当に。で何をするかっていうと、日本がアマゾンの森林保護のために300万ドル、拠出するということで約束してきたみたいなんだけれども、まずまあ森林保護は環境を破壊してきた人類の責任だから、まあそれはまあいいんだけども、森林保護をするってことに関してはね、いいんだけれども、だけどもさ、今日本国内で起こってること、知床とか阿蘇とか、奈良県の元ゴルフ場を防災拠点にしようと言って長年話積み重ねてきたの、今の知事山下さん、ね、維新の山下さんがひっくり返してソーラーパネルにするってさ、やったけど、青森県もそうなんだけども、ソーラーパネルでね、森林伐採して森林破壊してソーラーパネルにしてさ、っていう事業を進めてきたわけじゃん。補助金出したりで、再生可能エネルギーの発電したものね、その発電を買い取る分、再エネ賦課金として電気代に上乗せして徴収するとか、そういうことして再生可能エネルギーを推進してきて、結果として、森林破壊につながってるっていうのは国内であるわけじゃん。そうやってそういうことをやってきておいて、で外国の森林を保護します、300万ドルっていうことは150円、1ドル150円と考えれば、4億5000万円っていうことになるんだけども、お金を出しますと、まあ、金額の問題じゃないんだけれどもね、国内の森林は破壊します、外国の森林は保護します。でもそれ本当に保護するのかどうか分かんないけどもさ、そのお金どう使われるかは分かんないし、本当に保護に使われるかどうかも分かんないけど、まあそれはとりあえず置いといて、とりあえずね、青森市内だと浪岡って場所とか新庄って場所にも、再生可能エネルギーとして木すんごい切ってソーラーパネルやって、でそこ土砂が流れて川が汚れてしまってるよってのを青森の市議が発信してるのを見てきたし、他に言うと八甲田山の中もうすでに風車立ってるんだよね。相当な木切られてしまってて森林破壊進んでるので、それは阿蘇山もそうだ、知床もそうだ、で先喋った維新の山下知事、奈良県の山下知事がやったこともさね、あるし、で青森県のその再エネソーラーパネル再エネの事業者の1割高2割高が中国の企業だとか外国の企業だとかっていう記事を見た記憶があるね。でソーラーパネルは中国製が多いとか聞いて、本当にね、日本人の日本国民から集めたお金でどこを儲けさせてるのかなってさ、日本の事業者で日本のソーラーパネルを使って日本の中でやればね、経済効果も出てくるわけじゃん。なんかそうやってそういうふうないろんな情報を集めて見ていって、まあ、他の施策とかもね、政策とかも見てやっていけば、どっかの国に対して儲けさせようという動きをしてるのかなと。で維新のその動きとかもね、万博で中国の EV を EV バスだっけか、電気自動車のバスを使うとか、国内のやつなんとかすればいいじゃんと思ったりもするんだけども、話なんかちらっとあったな、うん、とか、どっかの国を儲けさせようとしてるのかなっていう風に見えてくるんだけれども、証拠がないからさ、俺個人じゃどうしてもそういうのはつかめねえから、あれなんだけど、邪推っていうか推察になっちゃうんだけれども、まああまり話すればまだいっぱいあるからさ、情報集めてさ、おかしいなおかしいなってね思って、だから本当に今回まあその森林保護に関しての話ではあるんだけれども、国内でまあ再生可能エネルギーを推進したいっていうのも、まあ二酸化炭素を抑えたいっていうのは分かるんだけども、二酸化炭素を抑えたいならなぜ森林を伐採するのかっていう問題もあるし、それをやっておきながらね、森林破壊をしておきながら外国の森林保護をする、そのためにお金を出すって順序がおかしいじゃん。日本人から集めたお金で、結局国民負担率がもう 48.4% とかいって、計算方法とかいろいろあって、なんか 50%60% っていうところもあるし、それだけ負担を強いてて生活は楽にならないっていうのはもうあるじゃん、あるじゃんってかあるんだけども、大変なのよ本当にみんなね。でそれがちゃんと日本国民のために使われて、日本人が生活が楽になったね、よかったね、余力が出てきたね、じゃあ外国を助けましょうかっていう順序だったらいいんだけども、そうじゃなくて日本の森林を破壊しときながら、ブラジルの森林は保護します
ブラジルから感謝されて世界から見ては、おお日本すごいなって。でも実際は森林破壊を推進しておいて補助金出したり、その再エネ賦課金でみんなから巻き上げる仕組みを作って、おいてとかさ、おかしいなって思いました。言えばいっぱい出てくるんだけどね、あの話結構頭にきてるからさ、おかしいだろうと。自然を保護するんであれば、結局のところ自然はそっとしておけば普通に良くなっていくからね。なぜそこでちゃんと自然として成り立って、ちゃんと、二酸化炭素も吸ってくれて良くなっている森林を壊して破壊してやらなきゃいけないのか。まあまあ、お金とかそういうね、組織票とかいろんな事情もあるんだろうけれども、やってることがおかしい、おかしすぎる本当に。だからそういうことを外国で約束してくる、決めてくるとかさ、閣議決定して他法律作ったりとか、そういうことをする前にやっぱ選挙をやってね、民意を得てからやってほしいよね。それで自民党が圧勝するんであれば、もうお手上げだから、もうね仕方ねっきゃ。それが民意なんだったら、そういうルールでやってるんだからね。だからまずは選挙やってほしいなと思うし、森林を、アマゾンの森林を保護するんだったら、日本の森林破壊もやめて森林保護の方に向いてほしいなと。で、だから再生可能エネルギーも反対ではないし、森林保護も反対ではないんだけれども、その進め方をちゃんとね、考えてやってほしいなって。相当頭に来てるよ俺は、ね、森林破壊しときながらよその森林を保護する、そのためにお金を使うと、国民のお金を使うと、どういう了見だと思うしね。やる大義名分、お題目はすごくいいんだけど、やってることが正反対だなって、本当に筋通らねえなってさ、思うしさ。もうまとめに入ろう。とにかく、日本の森林を破壊しときながら、外国のブラジルの森林を保護するってどういうことだ。順序がおかしい。先に、日本国内の森林保護を、森林破壊を止めて森林保護にして、それから、国民の生活を良くして、その後に余裕ができたら外国を助けてくれ。と俺は思います。本当にゴールデンウィーク中ぎっくり腰で寝たき状態だったんだけど、このニュース入ってきて頭にきてまた痛くなってね、やっと動画撮れたんで、動画にしました。皆さんはどう思いますか。で終わりたいと思います。